星メキシコインコは、オウムメインコ下に分類される鳥類。キューバコ有種全長32センチメートル。全身は、緑色の羽毛で覆われる。頭部や喉、ももに赤い反紋が入る。オバカメンの色彩は、高褐色。翼全部や、仮面の小雨服の色彩は赤い。風切りは仮面の色彩は、単行緑色。目の周囲が羽毛がなく、青みがかった白い皮膚が露出する。 黄彩は黄色。くちばしの色彩は、開白色。光子の色彩は黒みがかった、肺菓色。原生林周辺のサバンナ内にあるヤシが生えた、常緑樹林、農耕地などに生息する。ペアもしくは、家族群を形成し生活するが、数百羽に達する大規模な群れを形成することもある。桜帽子インコと、根群を形成する植生は、植物色で、植物の目、花、 果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。4から7月に起動やキツツキの古巣、樹状性シロアリのアリ塚に、1回に2から5個の卵を産む。放卵期間は22から23日。ヒナは孵化してから45から50日で育つ。オレンジ、グアバ、コーヒー、トウモロコシ、パパイヤなどを食害する害鳥とみなされることもある。開発による、 生息地の破壊、外腸としての駆除、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。キューバでは法的に保護の対象とされ、生息地の一部が保護区に指定されているが、密漁や密輸がされることもある。青年の島では19世紀後半に絶滅したが、再導入された。ありがとうございます。